はい、皆さんこんにちは。今日はねこれです。これ何かというと、まあお米なんですけど、チューブ YouTuber のねジ・アツシチャンネルのあっちゃんがね、まあプレゼント企画をこの間まあやってたわけですよ。でまあそれにね応募してまあ当たったというね、このコシヒカリ1キロね、届きましたということで、あっちゃんありがとうございます。はい、珍しいですよね、この俵型のねお米ということで、まあね1キロだけあってね、非常にこうウエイトトレーニング並みにね、まあまあ少々の重量はあります。なかなか面白いねプレゼントが当たりました。なかなかねプレゼント企画私当たったことないんですけど、今回ねまあお米ね非常に生活に密着しておりまして嬉しい限りでございます。はい、でね、肝心のこれ俵のお米ってじゃあどうやってこれ中ねお米出すのっていうのを皆さんねちょっと疑問持たれてる方いるんじゃないですか。納豆とかもそうですね、引き割り納豆ね、これね、ただねよくよくね私これ見てみるとね、じゃんじゃじゃーん、ほらお米のね取り出し口がちゃんとありましたね。だからここをねパコッと開けてこうお米を出すということで、この藁をねこういちいちこう分けなくてもいいと、どうもそんな感じでございます。はい、ということでね今日はまあ短い動画ですけども、ジ・アツシチャンネルのあっちゃんのねプレゼント企画でコシヒカリが当たったやつがまあ届きましたというご報告と動画でございます。それじゃあ米米